はい、おはようございます。イトチャンネルです、えー。5月の29日水曜日ということで、今日は肉の日ということでね、私は近くのスーパーでまた肉買いに行こうかななんて <laughs> 思ってるんですけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうかいや、最近ね、結構忙しくて、なかなかね、タイムリーに動画上げれることできてなくてね、申し訳ないんですけれども、最近結構忙しくて会社よく行く機会があって、で、会社行って、 で、会社帰りですかね。よくね、電車乗ると、あの、女の子の足元見るとね、あの、厚底ブーツ結構履いてる若い子いるなぁ、なんて思って。 で、厚底ブーツってあれなんかメリットあるんですかっていつも思うんですよ。まあ、身長高く見せたい、みたいなのはあるのかななんて思うんですけど。まあ、それ以外の目的で、あれ歩きにくいだけじゃんなんて思ってね。<laughs> で、女の子によってはね、すっげえ厚底、スーパー厚底みたいな子がいてね。まあ、こんなのあるじゃんって、江戸時代のオイラーの時履くやつやんなんて思ってね。<laughs> オイラーのやつ履くやつって、どんな感じかなって言う、ちょっとべっゃうこんな感じの。あ、あーあー、厚底ブーツこんな感じね、みたいなね。これちょっと厚すぎだ。 だろううっていうのは <laughs> こんな、歩けないじゃんみたいな、<laughs> こんなのね。足のトレーニングですかみたいな。た あの、ほんとね、えー、鉄下手つげたですかみたいな感じになってるんですけど、こんな感じでね、女の子歩いてて、こんなの歩けないじゃんみたいな。しかもね、こんな状態で足くじいたらね、足の筋相当持ってかれるよな、なんて思ってね、<laughs> いつも思ってるんですけれども、で、そんなね、電車乗ってる時にそういう厚底ブーツ履いてる女の子が結構いて、で、電車降りて、まあ、その女の子も降りたんですけれども、厚底ブーツ履いてる女の子ね、で、降りて、前の方歩いてたら、もう綺麗 にねあのー、エスカレーター付近でね、足、足くじいて、ぐきってくじいてて、で、であのー、動けなくなってるんですよ、その女の子ね。まあ、やっぱりそうなるわななんて思ってね。で、僕もね、ちょっと声かけてね、大丈夫ですかって声かけたらね、目に涙溜めながら、大丈夫ですっていうねえ、か細い声でね、言ってたんですけど、あれ多分大丈夫じゃないななんて思っております。あのー、まあ、皆さんね、あの、お父さん世代だと思いますんでね、娘さんいて、あそこブーツ履いてる時は、ね ほんとね注意していただければなと大丈夫かって本当にね厚底ぶっつっていいのかっていったところをね含めてちょっとお話ししていただければなとくじいたら大惨事だよっていうねえー、ことだと思いますんで、えーねえー、皆さん注意していただければなと思います。 はい。で、今日ね、紹介するのはね、何かというと、ブラックビューさんですね。ブラックビューさんの新作のタフネススマホがね、届いております。で、名前がね、N6000SE っていうね、名前になります。で、今回ね、このタフネススマホ、今までとちょっと違う部分があって、ね、何かっていうと、タフネススマホというとね、頑丈でものすごく大きくて、分厚くて重たいっていうイメージがあるかと思います。まあ、実際ね、僕もタフネススマホ何回か、えー、紹介してるんですけれど もう、ここがね、小型か軽量かっていうところとはちょっと反してて、もうタフネスでも大きくて硬くて重たいっていうイメージがあるんですけども。 で、今回紹介するこのね、タフネススマホ4.3インチということで、ものすごいちっちゃいんですよ。画面サイズもちっちゃくて、小型で軽量でかつタフネスといったところで、まあちょっとね、今までにないスタイルだなと思って、ちょっとね、こちら今日紹介していこうかなと思っております。じゃあね、早速ね、やっていきたいと思います。 はい、じゃあ、まずね、ちょっと箱から見ていきたいと思うんですけれども、まあ、見ていただく通りね、結構しっかり頑丈の化粧箱に入っていると。まあ、スマホって大体こんな感じの箱に入ってるよね、といった感じではありますけれどもね。はい。で、見た目もね、こんな感じのね、えー、まあ、ちょっとね、箱だけの絵見るとサイズ感がわかんないと思うんですけども、まあ、今回ね、こんな感じの形状をしております。まあ、タフネススマホでよくあるね、えー、形状。が、かっこいいね。男の子が好きなね、昔あの、筆入れのね、ボタンを押したらパッパッパッってなんかいっぱい開くような筆入れ みたいな感じのね、えー、そんなかっこいいデザインだったりしますね。女性でこれ持ってる方はいないですけどね、なんかその、作業員の方とかね、よく持ってそうな感じのデザインのものになります。で、ぐるっと見ていくんですけど、普通の化粧箱にブラックビューの文字があって、後ろにね、細かなスペック情報が書いてあるという状況です。はい。じゃあね、ちょっとね、箱の中身ね、見ていきたいと思います。 はい、じゃあね、箱の中身がこんな感じになっております。まず本体ですね。こちらちょっと後ほど見ていきたいと思います。で、あとはね、マニュアル。いつも通りね、分厚いマニュアルで、日本語にももちろん対応しております。で、いろんなね、言語が入ってるんで、といったところで、いつも通りね、日本語はね、後半の部分に入ってて、えー、まあ、ブラックビューさんのね、日本語はね、すごくね、綺麗な日本語を使ってますんで、えー、よくね、中国系のね、スマホだとね、日本語はちょっとおかしかったりすることがあるんですけれども、ブラックビューさんしっかりしてる会社なんで、 であのちゃんとした綺麗な日本語になってます。はい。読みやすいね。えー、日本語になってて、まあ、こういうところは避けてくださいとかね。えー、まあ、基本的にボタン配置とかね、そういうところ、SIM カードの入れ方とかね、えー、そういうところがね、書いております。はい。まあ、マニュアルが1枚、日本語対応にしておりますので、安心してくださいといったところです。で、あとね、あの、充電器。 ね、充電系の、これただね、海外仕様になっておりますが、まあ、基本的にこの充電器使って充電するっていうのでもいいんですけど、まあ、み、まあ、皆さんスマホ持ってると思いますんで、えー、持ってるスマホのね、えー、充電器そのまま使うこともね、できると思います。で、こちらもね、ケーブルですね。うん。で、僕一回も使ってないです、この充電器はね。<laughs> あの、もう、プライベートで使ってる充電器ありますんで、そっち使ってね、普通にこれ充電できてますんで、全然問題ないですね。えー、使わなくても、使っても使わなくてもいいかなと。 思います。で、あとはね、ブラックビューさんいつものね、お約束のこのピンを外すやつですね。あのー、ここにね、ちょうどね、シムカード入ってますんで、ここにね、これをプってやってね、シムカードを外すためのピンがね、入っているという、この感じのね、えー、内容物になっております。じゃあね、ちょっとね、本体の方しっかり見ていきたいと思います。はい、じゃあね、本体の方見ていきたいと思います。まあね、めちゃくちゃちっちゃいです。ちっちゃいです。ほら、僕の手と比べてもこんな感じ。 えー、すごいちっちゃいね、4.3インチのタフネススマホとなっております。ちょっとね、ぐるっと見ていくんですけれども、まずね、表面ね、こちら、あのー、保護フィルムも最初からついております。えー、ね、ここは安心してね、お使いいただければなと思うんですけれども、ここのね、ガラス自体がもうゴリラガラス採用されてますんで、えー、結構ね、ハードネスな、すごくハードなね、えー、ものになっております。だからまあね、ここは、 テープも貼ってあるし、保護シールも貼ってあるし、安心してお使いいただけるかなと思います。で、ぐるっと見ていくとね、ここオレンジのラインがね、ここちょうど中心になってて、硬い素材になってて、全然もう衝撃に対してもかなり強いという状態になってます。すごいね、<laughs> 相変わらずね。ちっちゃくてね、ほんとね、ちっちゃいのにこんなにタフネスといった感じです。まあね。 えー、ボタンぐるっと見ていくんですけど、ここにファンクションキーっていうのがあって、自由にね、設定できる。タフネススマホのね、毎回おなじみのね、ポッと押すと、まあ、カメラ起動であったりとか、じゃもう好きなようにね、どのようなアプリを起動させるかっていうのがね、ここ設定できます。ファンクションキーってね。えー、タフネススマホオリジナルですね。他のね、スマホなかなかこういうのついていないんですけれども、といった感じですね。 で、あと、こちらには、SIM カード入れですね。ここ、SIM カードトレイが入ってて、2枚、SIM カード入れることができます。はい。で、中だとね、i m カードトレイが出てくるだけですんで、まあ、特にね、開かないですけどね。で、グループで聞くると、上は何もなし。で、横はね、音量ですね。音量ボタンのプラスとマイナスとなってて、あと、電源ボタンとなっておりますので、これはかなりシンプルな、えー、コードになってるかなと思います。で、下はね、ここ、あの、充電できるように、えー、USB がね、 入っております。USB のね、タイプ C の入り口になっております。で、もちろんね、ここね、水から保護するために、えー、まあ完全防水ですんでね、今回のやつもね、えー、ここ閉じて使っていただくという感じです。で、裏側を見ていくと、あ、これかっこいいですね、裏側もね、見た目もね、こんな感じの、金属の。 ブラックビューのね、ロゴが入っております。ブランドイメージですね。であと、ここシールが貼ってありますので、まあ、バーコードとかね、片名とか書いてあますけど、まあ、剥がして使ってもいいかなと思います。えー、ここはお任せします。で、あとはね、ここにカメラが2つついているという感じになってて、でアリスソフトっていうね、え、いつも通りね、写真を加工してくれるアプリの、そういうシステムがね、綺麗に撮れますよというシステムがね、アリスソフトというものが入っております。はい。といった感じのね、構造になってて、まあ、かなりね、 あのー、かっこいいっていうかね、えー、かっこいいし、小型でシンプルになってるなといった感じです。じゃあちょっとね、従来のね、タブネススマホとサイズ感比較してみたいと思います。 はい、これがね、N6000 のね、今回紹介しているタブネススマホなんですけど、従来のものってどんなものかって、めちゃくちゃでかいですね。<laughs> めちゃくちゃでかいんですけども、これがね、一般的によく見かけるタブネススマホですね。これもね、ブラックビューさんの BV8900 ってやつなんですけども、かなりでかいですね。<laughs> はい、こんな感じでね、一般的なね、タブネススマホよりもね、まあ、厚さはね、同じぐらいなんですけども、 厚さはね、厚さも同じぐらいなんですけど、圧倒的にサイズ感がね、えー、違うという感じです。もう持った感じね、本当ね、タフネススマホってね、がっしりしてるっていうか、もう鋼鉄持ってるみたいなね、感じのね、えー、サイズ感だったりします。で、あとはね、僕のプライベートで使ってるね、えー、あのー、なんだっけな、これね、え、ソニーのやつですねエ。エクス、エクスペリアかなはい。 っていった感じ普通のスマホと、ね、比べるとこんな感じのサイズ感になるかなと思いますね。こんな感じです普通のスマホね。まあ、皆さんよく持ってるスマホってこれぐらいの薄さだったんですけどやっぱり、ね、タブレットスマホって厚いんですよね。 分厚くて頑丈さをも、頑丈にしてるって言ったところもありますんで、まあサイズ感的にね、こんな感じのサイズ感となっております。はい。これがね、やっぱ小さいよね。4.3インチのスマホってなかなかないですからね。うん、なんか新しさを感じますね。まあ、スマホといえばね、一応ね、1台持っとけば、まあ何でも使えますんでね。えー、普通になんか動画見たりとか。 あとはね、風呂場で今回ね、防水なんで、完全防水なんで、風呂場持ってて会話するとかね、えー、そういうこともできますんでね、えー、ぜひね、えー、なかなか使い物はいっぱいあると思いますんでね、えー。で、なおかつ小型であるってことはね、かなり大きいかななんて思います。はい。一応ね、こんな感じでサイズ比較はこんな感じです。じゃあちょっとね、重さも測ってみましょうかね。 はい、じゃあね、ちょっとね、重さの方を測ってみたいと思います。今回紹介しております、ブラックビュー N6000SE なんですけれども、ちょっとね、犬の毛がついてますね。はい。で、これをね、ちょっとこう乗せてみると、208g ということでね、200g ぐらいです。ね、<laughs> 軽いなぁと思ってたんですけどもね。で、よくね、使ってる、一般的なね、 タフネススマホ。こちらね。えー、重さどれぐらいかなーってちょっと測ってみると、400g ぐらい。あ、そうですね。えー、396g ということで、400g ぐらいですね。うん。なので、まあ、倍ぐらい違うよといった感じです。これとね、倍ぐらい違うよといった感じになりますんで、やっぱりね、これ軽くてね、うん。持ち運びやすいなといった感じだと思います。はい。半分ぐらいになってますんでね。一般的なタフネススマホよりね。はい。といった感じになります。 はい。えー、じゃあね、スペックですね。こちらの方を紹介していきたいと思います。ブラックビュー N6000SE の、えー、詳細なスペックになります。で、まず CPU を。 関係なんですけど、メディアティック P60 というものが今回採用されております。アントゥトのベンチマークで23万点ぐらいといったところになりますので、これ後ほどね、ちょっと見ていきたいと思います。実機の方でね、アントゥトベンチマークやりたいと思います。で、OS が Android 13になります。これをベースにした DukeOS 4.0というものになっております。まあ、ブラックビューさん独特のね、OS が入ってる。まあ、基本的には Android 13と同じだと思っていただければなと思います。で、メモリがね、ちょっと少なめ。 ガバ g b なんですけれども、仮想メモリー 8GB って一応書いてあったんで、12GB で使えますよというようなことが書いてあったんですけれども、 ちょっとね、あの、箱の裏見るとね、ちょっと違ってて、これ多分ね、箱の裏が正だと思っていただければと思います。ここですね、4ギガと4ギガになってて、8ギガですね。8ギガのラムだと思っていただければと思います。えー、なので、ちょっとね、ヤフーの方が多分ね、ちょっと間違ってんのかななんて思います。で、ストレージは128ギガバイトとなっております。で、カメラ、あ、ディスプレイですね。ディスプレイが4.3インチの、え 540×1200。まあ、解像度としては十分でしょうね。4.3インチで ですからね、ちっちゃめのモニターでこれぐらいの解像度あれば全然問題ないと思います。450ニットの 60Hz となっております。まあ、小型であればね、これぐらいかなと思います。 で、カメラ性能が、フロントが8メガピクセル、リアが16、13メガピクセルですかね。ちょっとね、やっぱね、少なめではありますね、ピクセル量としてはね。で、バッテリー容量としては3700ということで、まあ、まあ、これもちょっとね、4.3インチだからちょっと少なめかなと僕はちょっと感じてます。で、サイズ、重さなんですけれども、えこちらに書いてあるサイズ感で、えー、208g となっております。はい。 結構ね、軽い仕様となってて、で、その他としては防水防塵機能といったとこで、IP68、IP69K、あと見る企画、こちらの方に、えー、準拠してますよという、そういうようなね、製品になっておりますんで、えー、まあ、これがね、一般的なスペックとなっております。 はい。で、いくつかね、ちょっと掘り下げていくと、カメラ性能ですね、えー、13メガピクセルということで、1300万画素の、えー、リアカメラ、いつでも準備完了といったところで、カメラ性能がね、またアリスソフトさんのね、ソフトウェアが入ってますので、えー、かなりね、カメラの、えー、精度がいいといったところになります。で、360度パノラマ撮影ができたりとか、HDR のモードがあったりとか、ナイトモードとかね、まあ最近ここら辺は当たり前に入ってますけどね、あとビューモードとかね、水中モードとか、 っていうのもあったりしますんで、えー、まあこのカメラ性能についてはね、えー、かなりいい,いいカメラがね、搭載されてますよと。ソフトウェア面でね、かなりね、えー、綺麗に撮影できるようになっておりますよということで、えー、後ほどちょっとカメラの方もチェックしていきたいと思います。 で、さらにね、まあもちろんタフネススマホですので、防水、防塵防止対象撃かな。えー、この3つがね、えー、揃っております。まずね、防水なのは IP68 規格に準拠しております。えー、1.5メートルの深さまで防水できます。30分ね、ずっと使ったままでも問題ないですよ、といったところなんですけど、おそらくね、実、実あの、こういう規格ではあるんですけれども、多分実力値としては30分以上潜ってもね、えー、全然問題ない、壊れないかな、とは思っております。一応ね、こういう規格になってますよ、といったところ。 ですね、あと、防塵ですね。IP69K になってす。砂漠とかで使うときですね。<laughs> なかなかないですけどね。えー、もう、なんか粉まみれのところで使ってもで、ね、問題ないよ、ということで。360度防塵性がありますよ、といったところでね、えー、なっております。で、あとは対衝撃性、ミル規格のスタンダード 810H ですかね。5メートルの高さから落ちても全然落下しても問題ないですよ、ということで。まあ、普通の家のね、2階建てのところから投げつけても問題ないぐらいと。投げ つけるはどうかわかんないですけど、自由落下ですかね。えー、させても問題ないぐらいのね、高さかなと思いますんで、まあ日常を使う中では全然問題ないんじゃないのなんて思います。はい。といった感じでね、かなり衝撃性もあるし、衝撃耐性もあるし、えー、防水防塵機もね、えー、全然問題ない。これこそタフネススマホといった感じかなと思います。 はいじゃあ、あとね、細かいその他の機能といったところで、まあ、Android 13がね、搭載されております。えー、それ以外にもね、もちろんあのー、こういうね、タフネススマホですので、手袋をね、履きながら使うなんてこともありますんで、グローブモードっていうこともね、あったりします。あんまり僕グローブ手にね、こういう手袋履いてなんかやることはないんですけれども、グローブモードっていうのが搭載されております。あと Google Play もね、ちゃんと入っております。で、スマート Google レンズっていうのも入ってるんで、写真撮って Google って検索かけると、これが何 のうちののねあのちわわなのにね、コーギーっていうふに判断されましたね。<laughs> 違う犬に判断されましたけどね。ちょっとね、切ない。うちの犬がちょっと太りすぎてるっていうのはあるんですけども。<laughs> ちわわなのにね、別の犬に判断されてしまったっていうのはありますけどね。まあそういうね、えー、Google レンズ機能もあります。スマート Google レンズの搭載しております。で、カスタマイズボタンですね。自由にアプリが設定できますよというこのオレンジボタンね。これあるとね、本当 サフネススマホ便利なんですよね。パッとね、自分の設定したアプリが起動できますよっていうのと、指紋認証よび顔によるロックが解除できますといった。あんまり僕ね、指紋認証使わないんですけど、はい。顔認証もあんまり使ったりしないんですけどね、そういう認証機能もついております。あとね、i m カード2枚搭載できますよということでね、i m カードスロットが両面になっててね、2枚入れることができるという。そういうね、細かな機能がついていたりもします。 じゃあ、早速ね、こちら N6000 をね、えー、起動していきたいと思います。ここにね、えー、電源ボタンありますね。長押しで起動と。って感じです。そうするとね、ブラックビューのね、あ、来ましたね。ブラックビューさんの文字が広がりますね。いいですね。 一応ね、こういう小型のね、スマホって今後ヒットするんじゃないかななんて僕はね、感じてます。なんか第二のスマホとしてね、えー、まあ皆さんいつも通り、あのー、ね、スマホってもう普及、普及されてますからね、6インチぐらいのやつはね、6インチ、7インチぐらいのはもうね、普及されてますので、えー、それにね、なんかもうちょっとね、2代目持ちと、2代持ちということで、小型スマートフォンって今後ね、ヒットするんじゃないかななんて僕は感じてます。うん。ね。 で、今ちょっと起動しているところの、ちょっとね、時間かかるんで、えー、ちょっとね、起動するところまで持ってきたいと思います。はい、えー、起動しました、というたことで、1分、1分っていうか2分ぐらいですかね、起動までね。ちょっと時間かかったかなと思いますが、起動するとこんな感じで、アイコンはね、結構ね、大きめに表示されてる感じですね。はい。で、動きはね、もういつも通りこう快適に、ね。 サクサク、ヌルヌル動いているといった感じです。はい。で、ね。 こんな感じでいろんなね、アプリも最初からインストールされてたりします、と言ったところですね。もう全然問題なくね、サクサクぬるぬると動いていると。で、嬉しいのがね、片手でね、これ4.3インチだとね、これ片手でね、いろいろアクセスしやすいって言ったところで、すごくね、操作しやすいんですよ。ほら、すっごい操作しやすい。ちょうどいいね、手のひらにね、ちょうどいいサイズ感と言った感じで、すごくね、 いいんですよ。<laughs> すごくいいんですよ、なんかね。この感じがね。うん。ね。で、ディスプレイちょっと見るとね、ただ気になったのがここですね。えー、カメラ位置のところはね、ちょっとディスプレイかけてるのがね、ちょっと気になったりしております。はい。っていう感じですね。なかなかね、あのー、面白いところかななんて思います。まあちょっとね、いくつかシステムを見ていきたいと思います。はい、じゃあね、ちょっとね、システム、設定の方を見ていきたいと思うんですけど、まずね、ここの、 オレンジ色のね、特徴的な、このオレンジ色のファンクションキーって言ったところを、どうやって設定するのって言ったところで、カスタマイズっていうね、部分がね、あのー、設定のところがあります。ここでね、設定すると、僕に、ね、今カメラアプリでね、設定してるんですけども、アプリを選択って言ったところで、好きなようにね、えー、こうやってね、選べますもう、ね。自分の好きなもの、アプリね、電話だったりとか、よく使うやつですね。えー、こちらをね、うまく設定することで、えー できます。はい。で、今ね、僕、カメラアプリにしてるんで、えー、あ、緊急アプリにしちゃいましたね。えー、ちょっとアプリ選択で、カメラアプリよく使うんで、えー、カメラといったところで設定しておきます。そうするとね、ここのファンクションキーを押すと、ポチッと押すとカメラがね、起動するという感じになりますね。はい。これもね、便利だったりしますね。で、長押しでね、別のアプリで、こういった Google のね、えー、翻訳。これもよく使うんで、えー、こんな感じで。ね、海外のね、えー、行った時によく使うという感じで、なりますんで、こうやってね、Google のカメラとかアプリとかね、えー、すぐ簡単に起動することができるといったところがね、えー、とても便利ですね。他のね、スマホにはないんでね、この機能ね。これあるとほんと片手で全部アクセスできますしね。うん。すごく便利だなと感じます。で、あとね、こういったアプリを見ていくとね、今回もね、安心してくださいということで、Google Play ストアはね、入っておりますんで、 あと自分の好きなアプリ追加して遊んでいただくというところかもできます。で、YouTube とかもね、入ってますんでえ、動画見れるようにしておきながら、これをね、風呂場に持ってってこうやってね、風呂場で動画を見るなんてこともできますんで、で、風呂場でね、もう完全防水ですね、今回なんですね。<laughs> はい。もうかなり安心して使えるんじゃないかなと思いますんでね。うん、はい。 はい。一応ね、アンテトのベンチマークテストをね、やってみました。まあ、結果だけお伝えします。23万点と、えー、なってて、まあ、それぞれのスコアはね、こんな感じになっております。CPU83 での GPU の3万5千点。 かなあとは MEM が67000点の UX が44000点となっております。以上ね、こんな感じの結果になってますので、えー、まあ、興味ある方はね、こんな感じで見ていただければなと思います。まあ、23万点ということでね、大体 PlayStation2 がね、えー、動き出すといったところかなと思いますね。スペックトしてはね。えー、だからまあね、まあ、ゲームとして今日はちょっと動かさないんですけれども、まあ、あのー、 まあ、それぐらいのスペックのね、チップ、CPU 積んでますよ、というのをね、えー、認識いただければなぁと思います。はい、じゃあ続いてなんですけれども、YouTube のね、動画今再生しております。私のね、チャンネルの動画なんですけれども、まあ、うん、あの、普通にね、綺麗に再生されます。で、気になる点としては、横ですね、サイド。ここがね、サイズ的に、あの、切れてるといったところですね。えーフル フル画面にはならないといったところなんですけども。まあ、一般的にスマホもそうでしょうね。ただね、あの、良かったのがね、ここのカメラの部分、わかるかなカメラの部分がね、こう、こう、こうなってるんですよ。こうなってて、ここのね、アクティブエレの部分ちょっとね、えー、どうなるのかなーなんて思ったんですけど、そこにはね、当たらない感じになってるんで、えー、ここの部分が欠けるみたいなことはね、ないなっていうような感じになっております。はい。 ね、ここはね、かなりいい感じかななんて思います。で、今ね、音量はね、切ってるんですけれども、あの、スピーカーってね、どこにあるのかっていうとね、裏側にね、実はついてます。ここですね。ここにスピーカーがついてますんで、一個だけです。で、決してね、音はね、あんまりね、あの、いいってわけじゃ、悪くはないんだけど、いいってわけではないです。ちょっと音量上げていきましょうかね。こんな感じ。面白いゲームなんだよね。あの、大技だけど結構面白いっていうことで、はい。ね、で、後ろからね、音が出てるといった感じですね。はい。 ちょっとね、そこはちょっと気になるかななんて、えー、思います。まあ、今回ね、スピーカー1個しかないんでね、あんまり音にね、こだわりがないというかね、うん。 悪いかっていうと悪くはないんですけれども、まあ、とりわけいいスピーカーでもないかなといった感じですね。これはね、ちょっと小型の方優先させてしまったため、スピーカー1個だけにしたといったところからね、そういうところがあるのかななんて思います。はい、一応ね、こんな感じで YouTube もね、ちゃんと綺麗に再生できております。はい、じゃあちょっとね、Web ブのブラウジングとかどうなのかなっていうので、こんな感じでね、今ね、 え、見ておりますが、どうでしょうかね。こんな感じで、かなりね、片手で操作できる、この喜び。嬉しいねー。これね。<laughs> はい。ね、こうやってアイスコーヒーのね、やつをこうクリックすると、こんな感じですぐね、切り替わります。えー、ここら辺はね、全然問題なくね、あ,あの、使えるかなと思いますね。 天気の状況なんていうのもね、あ、これ天気じゃないね。天気の状況なんていうのもね、こうやってね、えー、見れたりなんていう感じかななんて思いますね。いいですね。これかなり快適にね、使える。ただね、あの、ブラジングするとね、フルスクリーンになるんですけど、上のね、カメラ部分の穴の部分がね、やっぱちょっとね、ここ欠けちゃうんですよね、アクティブエリアがね。え、それがね、なんかね、昔のヤンキーの突っ張りのね、なんかあの、反り込み入ってるヤンキーみたいになってるんですけど、これがね、逆に可愛い,い、可愛い,いですよね。っていった感じにね、感じられる。 たりしますね。といった感じです。はいね、面白いですよね。こんな感じでね。動かすのね。はい、かなり快適に動くかなと思います。 はい、ちょっとね、カメラ性能チェックということで、写真撮影してきました。えー、こんな感じでね、うちのワンコの写真なんですけれども、あの、テイルスくんですね。えー、まだまだ元気ですと、いった感じで。あのー、朝方くつろいでる。太陽のね、えー、光を浴びながら日光浴してるところの写真ですね。<laughs> はい。えー、なかなかね、元気に、写真撮るよ、つったらこっちに見てくれましたけどね。はい、パシャっていう感じで撮れましたと言ったか。かなり綺麗に撮れてるかななんて思います。で、動画の方もね、うちのワンコをね、動きちょっと 少ないんですけども尻尾だけ動いてるんですけどね、えー、こんな感じでね、ちゃんと、えー、お座りもできますよって言った感じです、はいねなかなかね、いい感じで撮れてるかなと思います。で、またねくつろいでる時の写,写真あの動画ですね、これもこんな感じで。 ちょっとね、眠たいのかな、という感じですね。で、ちょっとね、写真がね、逆光気味なんですけども、太陽の光とちょっと逆光にしてて、ちょっとね、暗っぽく、黒くなっちゃってる部分もあるんですけども、こんな感じでかなり綺麗に撮れてるかな、と思います。で、ソファーの上でね、動きのある動作もね、ちゃんとこうやって対応してね。 えー、綺麗に撮れてるかなと思いますけど。なんか GoPro みたいな感じでね、小型なんですけど、しっかり撮れるみたいな感じのカメラだなと思います。お今ね、三角飛びしましたね、うちのワンコで。ソファーのね、あのー、背もたれの部分で三角飛びよくするんですけれども。はい、こんな感じでね、えー、元気にね。これね、あのー、ご飯もらうタイミングですね。早く飯くれって言ってるタイミングですね、これね。はい。こんなめちゃめちゃ元気ですうちのワンコね。めちゃめちゃ元気ですね。全然病気にならなくてね、助かってるんですけども。 ほんと、こなしっぽくてね、めちゃめちゃ元気ですね。はい。<laughs> さっきのあの、落ち着いた雰囲気とは全然違うね、えー、感じの、えー、ね、親バカですけどね。はい。元気でいいなーなんて思いますけどね。で、あとはね、あの、外で、 ちょっとね、ベランダの方でね、え、プラモデルの写真撮ってきたんですけど、まあ、あの、マクロスに出てくるバルキリーですね。最近バルキリーのプラモデル作ったんですけども、こんな感じでかっこよくね、撮れてるかなと思います。まあ、ひたすらバルキリーなんですけどね。で、拡大してみてみましょうかね。拡大してみてもね、結構綺麗に、ほら、撮れてるんですよね。もう最近のカメラ性能すごくいいからね、ほら、バルキリーかっこいいね。うん。そういった感じでね、しっかり撮れてるかなと思いますね。はい、いいですね、バルキリー。 ね。はい、ね。カメラ性能ね、結構しっかりしてるなと思ってます。もちろんね、これ防水なんでね、水中撮影とかもできますんでね、えー、ぜひね、こういうのも楽しんでいただければなとは思います。 はい。えー、現在ね、水没実験やっております。で、今どういう状況かっていうとね、鍋に水張ってそこにね、えー、今回のタフネススマホをぶち込んでいるという感じなんですけれども。で、動画はね、再生状態にしております。YouTube の再生しております。まあ、こんな感じでね、全然問題なくね、えー、再生できております。ほら、ね、かなりね、動画もね、しっかり再生できてるかなと思います。で、しっかり水没にもね、しっかり耐えうるという感じですね。こんな感じですね。はい。いいですね。 はい。こんな感じで。全然問題なく、水の中でもね、再生できるぞ、といった感じなんで、まあ、風呂場とかね、そういうところに持っていくとね、えより有効的に使えるんじゃないかな、と。半身浴しながらね、え動画見ながらっていうのでね。まあ、タブレットでもね、防水のね、タブレット出てるんですけど、やっぱちょっとでかいかなって感じる方は、こっちのね、スマホとかの方がね、かなり安心してね、半身浴とかできるんじゃないかな、と。奥様のプレゼントとかにしてもね、喜ばれるんじゃないかな、と。半身浴してる奥さんとかね。はい。こんな感じで全然問題なく、え、ー 水没支援ねパスするという感じかなと思いますいいですねこれもね はい、じゃあ最後にね、えー、販売価格になります。ブラックビュー N6000SE ですが、今回アマゾンで購入することができます。もう日本人にとって一番嬉しい。みんなね、アマゾンで買いたいっていう方がね、多いと思います。アマゾンはね、手厚いサポートがね、えー、期待できますんで、ぜひね、皆さんアマゾンでご購入いただければなと思います。5月28日から6月3日まで、昨日からね、えー、クーポンがね、出ております。こちらの専用のクーポン適用することによって5%オフになります。 5%オフになった価格がこちら21,303円と、えー、なっております。本当ね、4.3インチのスマホって実は珍しくてね、この小型ってね、珍しくてなおかつ分厚くて、えー、ね、しっかりしているといったところになりますんで、分厚くては良くないな。 はい、じゃあ最後にね、お値段になります。ブラックビュー N6000SE ですが、アマゾンで購入することができます。はい、みんな嬉しいですよね、アマゾンで購入できるってね。安心ですよね、アマゾンってねえ。サポートも手厚いですからね。ブラックビューさんと連携して、アマゾンさんで購入することができます。で、昨日から5月28日から6月3日までの間で、専用のクーポンが出ております。で、このクーポンを適用することによって5%オフになります。で、その5%オフになった価格が2万1000円。 円となりますので是非、えー、ね、興味持った方、この動画のね、概要欄にリンクをつけておりますので、そこからね、リンクで飛んでいただいて、5%オフクーポンを適用するってボタンがありますねで、ポチッと押すとね、この価格になります。非常にね、お買い求めやすい価格になっているかなと思います。ね、タフネススマホ1台も持ってないんだけどっていうことで、えー、持ってない方はね、1台持ってると、あ、こんなに使えるんだってなると思います。是非ね、皆さんね、楽しんでみてはいかがかなと思います。えー、このね、ほんと、 4.3インチのね、ディスプレイサイズ、手のひらサイズのものがね、かなりね、コンパクトで良かったりしますし、あの、本当壊れないんで、全然壊れないんで、一度買っちゃえばね、ずっと使えると思います。で、カメラ性能もいいしね、うん、対衝撃性、対防水性もできるんで、お風呂でずっと使っていただいて、お風呂で動画見たい方、ね、普段はなんか普通のスマホで動画見てたんだけど、みたいな感じの方、水没させちゃうと怖いからね、えー、こういうね、タフネススマホで、あの、お風呂とかで使ってもいいですし、 あとね、作業員の方とかね、えー、よくね、スマホ壊しちゃうんだよとかね、衝撃で壊しちゃうんだよって方いましたら、こういうね、タブネススマホ1台持っとくといいです。で、タブネススマホって重たいんだよなーって感じる方は、今回のタブネススマホ 200g ぐらいですんで、かなり軽いですんでね、えー、ほんとね、 いいです。これはすごくね。ぜひね、あの、ブラウジングとか、あの、風呂場、二台目で持っといてもいいですし、一台目として持っといてもいい。そんな感じのね、えー、スマホかなと思いますんで、ぜひ興味持った方ね、えー、ご購入検討してみてください。ほんと手のひらサイズでね、いいですね、これね。はい。ね、すごくいいかなと思います。ぜひ興味持った方、この動画の概要欄ね、えー、ポチッとしていただければなと思います。 はい。ということで、本日ね、えー、紹介しました、ブラックビュー N6000SE の動画ですが、いかがだったでしょうか、えー、ぜひね、興味持った方はご購入検討してみてください、えー。僕もね、こちらね、普段使いで、ね、全然使えるなと思ってね、えー、いつもね、タブレット持って風呂場行くんですけれども、<laughs> まあね、充電切れてることが多いんですよ、タブレットってね。えー、これううタフネススマホだったらね、あの、ほんとね、えー、小型で持ち運びやすいし、えー、常にポケットの中に入れて使えるし、ということで、いろいろ使い道もあるかなと。あと 水中撮影するのに楽しいかなぁなんて思って、え、いろいろね、風呂場でなんか水中撮影して面白い写真撮ったり、なんてこともできるかなと思いますし、えー、ね、ちょうどいい動画再生するのにもね、ちょうどいいかなと思ってますんで、えー、これ風呂場に持ってて楽しいんでね、半身浴でもしながら、ゆ、優雅な休日でも過ごそうかななんて思っております。えー、非常にいいものね、いただいたなと思っております。えー、はいということでね、えー、今日はブラックビューさんの提供で N6000SE をね、紹介させていただきました。えー、今日の動画 お金役に立ったって方いましたらグッドボタン押していただけると嬉しいですあとねまだまだブラックビューさんから提供いただくことも多いと思いますんで、えー、ブラックビューさんのファンの方いましたらチャンネル登録の方もよろしくお願いしますはいということで今日はこんな感じで終わりたいと思いますいとチャンネルでしたまた次の動画でお会いしましょう